君に敬意を。エレン、これからもよろしくな。はい、よろしくお願いします。なあエレン。はい。俺を憎んでいるか。いえ、必要な演出として理解してます。ならよかった。しかし限度があるでしょう。歯が折れちゃったんだよ。ほら。拾うな、気持ち悪い。俺だって大事なサンプルだし。エレン、こういう奴らに解剖されたりするよりマシだろ。一緒にしないでほしいな。私はエレンを殺したりはしない。ねえエレン、ちょっと口の中見せてみてよ。もう歯が生えてる。憧れ続けた調査兵団に配属されたエレンは知る。変革を求める人間の集団、あるいは奇人変人の巣窟、それが調査兵団なのだと。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。